自然災害を取りまとめた報告書を入手しました。ありがとう、アーリャ。これは卒業生が授業でまとめた論文でしょう。他にもいくつか同様の論文が存在しましたので、題材としては比較的選ばれやすいものだと考えられます。蜃気楼の発生メカニズムに関してですか。時期として合致はしますが。蜃気楼ってこんなに綺麗に見えるものなんですね。私、実物は見たことないんです。すごいな。見たいですか、ミツさん。では、今日はこちらを当たってみましょうか。よろしいのですか。本日、高司さんのグループが答案をまとめて提出するそうですが。他の方々と競い合っても答えは見つからないと思うんです。私たちは私たちの思う通りに探していきましょう。私も少しこちらのデータには興味があります。それでは決まりですね。はい。どうなの。さあ、けれど特に込み入った相談をなさっている様子ではありません。楽しげな話題ではないでしょうか。私たちをどうにかする相談ではないよね。よかった。あの神という方、噂ではミュウの翼を発言されたと聞いています。昨日のことも顔を見られたわけではありませんし、あなたの思い過ごしではなくて。まだ安心はできないわ。あの留学生まで仲間に引き入れているのよ。どんな行動に出てもおかしくはないわ。それはそうですが。その通りよ。入学してたった数日足らずで翼を発明させただなんて噂を流すやからよ。この学院でも来て守るつもりなどないのよ。させていただいているわ。ずいぶんと危険な真似をなさったそうね。責めているわけではありませんよ。手法は褒められたものではありませんが、あなたたちの方がこの学園の掟をよくご存知のようで、あなたたちの方が将来の夜明けの霊場にふさわしいと私は考えています。けれど、それには少々問題を残してしまったおりですので。あの、その、どうすれば。そこの彼女なら、正当を導いているのではありませんか。あとはあなたたちの意志の強さが、正しい道へと導いてくれるでしょう。なかなか見つからないものですね。
しいと思いませんか？そうですね。同意しておきます。楽しいですね。次はどちらへ向かいますか？この島に降りて、蜃気楼の奥は湖にで目撃されています。今日で全てを回るのは難しいですから、近い場所から順番に見て回りましょう。はい。おや、蜃気楼が発生する他の要件があるのかもしれません。それが判明すれば特定には至らずとももう少し絞り込むことができると思うんですが。他の要件ですか。アーリャ、そちらを見せてもらってもいいですか？何をされているんです？何ですか、ミツさん。その、ソラちゃん似の笑い方は。アーリャも、その手の動き、やめてください。アーリャさん、突撃です！しまっているのです。ですからあまり多くを頼むことができなくて。どうせ一人部屋ですし、お屋敷でもパジャマはあまり使っていませんでしたから、困ってはいないんですけど。あ、雨。一度寮へ戻りましょう。お二人とも走れますか？はい。わー、すごい雨ですね。
通り雨みたいですね。見てください、あっちの空がもう明るくなってきています。止むまで少し休憩しましょうか。アーリャさん、寒くはありませんか？問題ありません、おやめは。ありがとうございます、私は平気ですよ。どうかしましたか？ああ、ごめんなさい、なんだかちょっと嬉しくて。私の古いお友達を、私の一番新しいお友達が心配してくれて、それを見ていたら少し幸せな気分になってしまって。ミツさん、聞いていいものか迷っていたのですが、ミツとアヤメはどのような関係ですか？隠すようなことじゃありませんよね、アヤメさん。ええ、私たち小さな頃に少しだけご一緒していた時期があるんです。私とお姉様とあやめさんと他にも数名いらっしゃった勉強会で。勉強会ですか？私たちは塾と呼んでいました。再会したのは本当に偶然だったんです。ひかるさんがこちらにいらっしゃるのもみつさんからお聞きするまで知りませんでしたから。それはきっとあやめさんが。それはきっとミツさんのおかげです。ミツさんは少し気難しいところのあるソラちゃんともすぐに打ち解けていましたから。それはあやめさんがいるからですよ。私人見知り強い方ですもん。またそんな。ミツが人見知りであるなら、世の中の大多数が自宅に引きこもりの生活をしなければなりません。アーリャさんにまで笑われてしまいました。少しショックです。他の様子がおかしくて笑ったわけではありません。こんなにも学園生活が楽しいものだとは思っていなかったものですから。あ、それなら私も同じです。いつも周囲はここへ来る前も楽しかったように思いますが。そうでもありませんよ。それに私、両親の反対を押し切ってこちらにやってきたもので、楽しい学園生活が待っているなんて思ってもいませんでした。けれど思いがけない再会があって、そしてアーリャさんともこうしてお友達になれて、今がとても楽しくて仕方ありません。きっと全部誰かさんのおかげです。そうですね、私もその誰かさんがいなければこうしていることはありませんでした。それはすごい方がいるものですね。あなたのことですよ、あやめさん。いきなりなんですか？いつかちゃんとお礼を言わないとと思っていたんです。ありがとうございます、あやめさん。あやめ、感謝しています。やだな、二人とも。これがきっときっかけなんですね。きっかけですか？ミツさんは覚えていますか？壇上でヒカルさんがおっしゃっていたこと。これから3年間この島で親元を離れ、この学園で生活をするためのきっかけとなれば。
私たちはきっかけをいただいたんですね。大切なお友達ともっと仲良くなるための。それが天使の手遣いの本当の目的なんでしょうか。私にはそう思えてなりません。あ、見てください、あやめさん、アーリアさん。それでは寮へ戻りましょう。また雨に降られても困りますから。違うんです、あやめさん、こっち、こっちに。え、見てください、あそこです。あれは、私、見たことあります。あれ、大灯台の聖女像じゃありませんか。島の西端にあるという。しかし、それがどうして湖の中に。蜃気楼。すごいです、大発見ですよ、あやめさん、アーリアさん。けれど残念でしたね。天使ではなく聖女像でした。これでは翼の色はわかりません。あ、そうですね。私、てっきり天使の像に蜃気楼の翼が生えるんじゃないかって考えていました。の翼の色は、太陽の色です。おめでとう、あなたたちが最初の聖闘者です。やったー、やりましたよ、あやめさん。ええ、みんなで頑張ったからです。しかし、ヒカルさん、どうしてあなたがここに。出題者ですから、あれを確認するにはこの教会跡からが一番なの。まさか毎日ずっとこちらに。このまま誰も来なかったらどうしようかな。あなたたちももう分かっていると思うけれど、あの現象は様々な条件と合致しなければ現れません。天使の手遣いが始まってから、今日が初めて現れる可能性の高い日だったの。そうですか。安心しました。あなたはやはり二見さんだったのね。昔と変わりなくて。安心しました。ご
ご無沙汰しています。ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。ヒカルさんこそお変わりないようで嬉しく思います。あら、それはあの頃みたいに子供っぽいということかしら。違います。冗談よ。レーニナさん。はい。あなたが天使の手遣いに参加しているのは驚きました。興味がないと言っていたはずだけど。今もそれほど興味があるわけではありません。ただなかなか楽しめました。あなたらしい物言いね、ミツ。はい。いいお友達に囲まれてあなたは幸せね。大切になさい。はい、もちろんです。二人さん、二人をお願いね。はい。それではごきげんよう皆さん。あなたたちに御光のご加護がありますように。驚きました。ミツさん、よかったですね、お姉さまとお話ができて。はい。それにお友達もご紹介できましたし、天使の手遣いも一番で終えられましたし。あれ、順番が違いますね。なんだか天使の手遣いがついでみたいになってしまいました。ところであやめ、参考までに一つ尋ねたいことがあります。何ですか？どうして今日蜃気楼を探したのですか？え、行けませんでしたか？よしあしではありません。いささか唐突に感じたもので。それは、お二人と遊びたかったので、つい。ごめんなさい。はあ、本当に困った人ですね、あなたは。答案を取りまとめている者たちが大勢いるこの時期に。私はあやめさんのそういうところ大好きです。まあ私も嫌いではありませんが、けれどあやめにはミュウを目指す上で大切なものが欠如している気がします。そうでしょうか。このままではミュウの座を誰かに取られてしまいますよ。誰かを蹴落として、誰かを出し抜いて、ミュウになるということは、そういうことなのでしょうか。少なくとも、そう考えている生徒が大多数でしょう。難しいですね。私は、そういうのがどうも苦手でして。やりになるの？一緒に来てほしいだなんて頼んだ覚えはないわ。戻ってもいいわよ。私は残るわ。あなた一人に押し付けられないもの。わかりましたわ。やりましょう。平気よ。これは事故なのよ。浸食した石壁が雨の影響で崩落する。この島では稀に起きる。不幸な、事故なのよ。それでは名残惜しいですけど、そろそろ戻りましょうか。
何ですか？ここを、この場所を、私たちの思い出の場所にしませんか？思い出の場所ですか？はい。その、私たちが友情を確かめ合った場所というかですね。こんなことを私が言うのもどうかと思うのですけど、その、ありゃ、どう思いますか？不問です。そうですね。え？思い出の場所は、ここをそうしましょうと決めるものではありません。私たちはもう同じ思いを心に刻んでいるじゃありませんか。二人とも。どうしてあなたが泣くんですか？だって、私、すごく嬉しくて。私も泣いた方がいいのでしょうか？私は笑っている二人の方が好きですよ。そうですか。そうですよね。嬉しいなら笑わないといけませんよね。お嫁さん、どうかしましたか？今、何か。二人とも、逃げて。ミツさん、こんな時に何を。だってあやめさん、お背中。え？今日一日くらい休んだ方がいいんじゃないのか？ありがとう、ソラちゃん。でももう大丈夫だから。継ぎ込まれたことすら覚えていなかったくせに、大体誰が姉貴を連れてきたと思ってるんだよ。まるでソラちゃんであるかのような口ぶりだけど、ミツさんとアーリャだよね。後でお礼を言っておかないと。ブブー。答えはさらに違うところに。姉貴を連れてきたのは姉妹の姉の方だ。ヒカルさんが？瓦礫の中から助け出してくれたんだってさ。制服、泥だらけだったぜ。それじゃ、ミツさんとアーリャは。そう興奮すんなって。あいつらも無事だよ。怪我もしてなかったし。そう。よかった。
人の心配してる場合かよ。まさか偶然あんな事故に巻き込まれただなんて思ってんじゃねえだろうな。え？確か物音が。どんな？ドシッドシッって何かに体当たりでもするかのような。やっぱりな。覚えてるだろう、この前校舎からプランターが落ちてきた時のこと。狙われてんのは留学生じゃねえ、姉貴なんだよ。なあ姉貴、ミュウになるだなんて考え直そうぜ。それはできないよ。なんでだよ、別に姉貴の夢なんかじゃないんだろ。お嬢様のことなら他の方法考えればいいじゃんか。他にどんな方法があるの？今は命の危険があるって話をしてんだぞ。命の危険なら初めからだよ。ごめんね、ソラちゃん。ソラちゃんが心配してくれているのは分かってる。だけど、どうしたって時間は限られてるんだよ。本当は、こんなやり方反対なんだ。姉貴がどう考えようと、俺は絶対認めないんだからな。ソラちゃん。ミツさん、アーリア。あやめさん、お体は大丈夫ですか？ふん。お取り込み中申し訳ありません。声が廊下まで響いていたもので。ありがとう、お二人とも。心配をおかけしてごめんなさい。なさっていたのですか？ええ、ソラちゃんは私を心配してくれているのに、私が勝手なことばかり言っているから。仲がよろしいんですね、お二人は。ありがとうございます。よし、どうしました？お二人の顔を見たら元気が出ました。私たちはあやめを叱りに来たはずでは。え？そうですね、ミツ。あやめさん！あ！ミツ、叱りに行くと言ったはずですが。そうです、私たちは怒っているのです。言葉と行動が一致していませんが。ごめんなさい、アリアさん。あやめさんの元気なお顔を見ていたら、つい。仕方のない人ですね。ことをしたら絶好なんですから。私たちはあなたの犠牲で守られることを望みません。あやめはもっと自分の体を大切にするべきです。昨日のことですか？他に何があると。ごめんなさい。しました、あやめさん。で、ミツ、早すぎです。だってこうして元気なお顔を見せてくださいましたから、気が済まないのならアーリャさんだけいつまでもそうして怒っていればいいです。あやめは許してほしいですか？はい、
許してほしいです。では許します。以後気をつけてください。ありがとう、お二人とも。あやめ、扉を開ける前に一つ忠告があります。何ですか？気をつけてください、いろいろと。ん？表層的なものではありませんが。そうですよね。私たちはそれを知っていますから、一歩リードです。あれ、おやめさんの昼食はそれだけですか？ええ、どうも今日はお腹が空いてなくて。摂取すればいいというわけではありません。それに比べてアーリャさんはよく食べますね。成長期ですからこれくらいは必要です。何ですか、そのどこが成長しているのかと言わんばかりの目は。そんなこと考えてません。そうですか。疲れていますね。これだけ見つめられるとちょっと気づかれば。ありません。
そうだ、昨日のお話なんですけれど、ヒカルさんに助けていただいたと伺いました。お礼を申し上げたいのですが、お会いするにはどうしたらよろしいのでしょうか。夜明けの霊場以外の生徒が生徒会室へ入室するには許可が必要です。私にはその許可を与える権限がありません。教室へ向かうしかなさそうですね。ただ今回はその必要はないかと、こちらが疑っています。え、おやめに電話です。少しお話をしたいから放課後に時間を作っていただけませんかと、生徒会長から。ヒカルさんが？会長は放課後の大半を生徒会室で過ごすと聞いています。本人から声をかけられているのであれば直接向かっても問題ないかと。アーリャも今後はあちらで過ごす日が増えるんでしょうね。天使の手遣いが終わって入室制限も解かれたのでしょう。ご一緒しますよね。え、私ですか？いえ、私なんかがついていったらお話のお邪魔になりますから。そんなことはないと思いますが。ダメなものはダメなんです。第一、お姉さまがお呼びしたのはあやめさんだけです。ではアーリャ、あなたが向かわれるときご一緒に。ミツの言葉通りです。あやめが呼ばれたところに私が向かうわけにはいきません。それに生徒会室への入室制限は今もまだ有効のはずです。もう天使の手遣いは終わりましたよ。ご覧になって、あの子、今年の天使の手遣いの正当者らしいわよ。